初代ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトン・ウィルミントン伯爵は、かつて存在した、イギリスの伯爵位。グレートブリテン貴族。1742年から1743年に、かけて首相を務めた保育党の政治家、スペンサー・コンプトンが1730年に除された、ことに始まる伯爵位。しかし彼一代で耐えている。 第三代のサンプトン伯爵ジェームズ・コンプトンの第三子でホイック等の政治家だったスペンサー・コンプトンは1728年1月8日にグレートブリテン貴族社位、サセックス州におけるウィルミントンのウィルミントン男爵に乗され、ついで1730年5月14日にウィルミントン伯爵アール・オブ・ウィルミングトンとサセックス州におけるペバン税のペバン税主爵に除せられた。 彼は、ウォルポールの辞職後の1742年から1743年にかけて首相を務めたことで知られる。しかし彼には子供がなかったため、彼の死と共に、釈意は絶えた。なお1812年には、老いの孫にあたる、第九代ノーサンプトン伯爵チャールズ・コンプトンが、ノーサンプトン公爵に助せられた際に一緒に、ウィルミントン男爵の釈意を新規に与えられている。 ありがとうございます。